GCN ジャパンのプロバイク紹介へようこそ。今回はトレックセガフレード所属マッツ・ピーダスン選手のバイクを見ていきましょう。マッツ・ピーダスン選手はデンマーク出身、1995年生まれ。2019年世界選手権ロードレースで優勝し一躍注目を集め、その後もヘントウェベルヘムの勝利やパリニース、ツールドポローニュ、ビンクバンクツアーでステージ優勝、今年のツールドフランスでは第13ステージで優勝しています。それではバイクを見ていきましょう。ツールドフランス開幕直前に正式発表されたトレックのニューエアロロード、トレックマドン SLR。 大きな特徴は何といってもシートチューブに設けられた大きな穴。以前のマドンに搭載されていたアイソスピードという乗り心地を向上させる機構と置き換えられる形で導入されたアイソフローと名付けられた新たなテクノロジーは、気流の渦を軽減させ空力性能を向上させただけではなく、以前と同様の快適な乗り心地をキープしながらも構造のシンプル化によって 150g の軽量化に成功しています。ボリューム感あふれる BB の形状は何ということでしょう。ボトルの形状にぴったりと合わせられています。前後のボトルがみっちりと前三角の下の部分を占領していますね。アイソフローの内側、トップチューブ上部、フロントフォークの内側のマットブラックがこのかっこいいフレームをより引き締めてくれているように感じます。コンポーネントを見ていきましょう。スラムレッド E タップアクセス、リアのスプロケットは10-33、フロントのギアは54-41。フロントリレイラーの下には独立する形でチェーンキャッチャーが取り付けられています。パワーメーターはチェーンリング一体型、クランク長は 172.5mm、 ペダルはシマのデュラエス。足回り見ていきましょう。ホイールはトレックのパーツブランドボントレガー、アイオロス RSL51、 リムハイトは 51mm、ハブは DT スイスで、ベアリングにはアメリカのブランドコーゲルのセラミックベアリングが使われています。スルーアクセルは DT スイス、タイヤはピレリ P0 レースクリンチャー、タイヤの幅は 28mm、 インナーチューブもピレリ、ディスクローターはスラムで、フロント 160mm、 リアが 140mm。 コックピットを見ていきましょう。ステム一体型のハンドルはボントレガー製、従来のものはポジション調整のために2ピース構造でしたが、新型では1ピース構造になり 150g の軽量化。これで旧型のマドンからトータルで 300g の軽量化に成功しています。ブラケットポジションではエアロに、下半ではもがきやすく、ダウンヒルでの安定感のためにフレア形状になっています。ブラケットの位置で幅は 370mm、 ドロップ部では 400mm。 そしてバーテープの仕上げの美しさがたまりませんよね。彼が薄手のバーテープを使っていることもありますが、ハンドルバーの段差まで綺麗に巻き上げられています。シームレスです。巻き終わりにビニールテープを使わず接着で仕上げているのでしょうか。イネオスグレナディアズのバーテープ巻きと非常にいい戦いをする巻き具合です。走っている時に下を見たらこんな仕上がりのコックピット、羨ましい。サドルはボントレガーバースプロ、ボトルケージもボントレガー、チリ沿岸部で集められた漁で使う網を再生して作られていて、ボトルの固定力を上げるために小さなグリップが取り付けられています。ボトルはエリート、サイクルコンピューターは和風エレメントボルト、サイクルコンピューターマウントは KH。 細かいところですがボルト2本で角度を固定しています。これが1個だけだとちょっと緩むだけで段差超えた時にずれるんですよね。ポジションを見ていきましょう。身長179センチのマッツ・ピーダスン選手のフレームサイズは58、サドル高は 795mm、 サドル先端からハンドルバー中央まで 610mm、 サドルハンドル落差は 140mm、 バイクの重量は 7.61kg。 トレックマドンは105組でも100万円超え。しかしこの造形はマドンにしかありません。困った困った。夏のボーナス全部がこのマドンに変わってしまうという人もいるでしょう。いろんなカラーバリエーションがありますが、個人的にはダウンチューブにロゴがないクエストスムースシルバーが好きですね。もし皆さんがトレックでバイクを買うとしたらどれですか？
コメントで教えてください。最後にホイールのラチェットオンでお別れです。さようなら。